今日は監督の佐藤早吉さん、俳優の山本博さんにお越しいただいていますので、トークショーの方をこちらで行いたいと思います。じゃあ、佐藤さん、山本さん、こちらの方へお越しください。お願いします。なってください。失礼します。まず最初にお一言ずつご挨拶の方お願いできますか。じゃあ東京ゾンビでアニメーションから一瞬にして、闘技場で殺される若者と、あと日本の歌の春の丘ではお父さん役をやらせていただきました山本博史です。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございます。両方の監督をしました佐藤早吉です。よろしくお願いします。今日は2作品上映したわけですけど、まず日本の歌フィルムとして作った春の小川の方から、どういう着想でこういう作品になったのかっていうことを伺っていきたいと思うんですけど。そうですね、歌の方が先にありまして、はい、その中からどれかを映像作品にするという中で、春の川が、なんか妙に響いたのと、で、僕自身がもうこのロケ地自体が僕の家のすぐ近くなんですけども、そうなんですか。野川っていう川 で、 あで、この川の風景となんかそういう付近の世田谷の外れの風景、風景っていうのをなんか映像残したいなっていうのと、あとなんか本当におそらく子供さんたちがたくさん見るであろうから、あんまり僕そういう発想の仕方はなかったんですけど、子供さんたちが見て笑えるものを何か作りたいなっていう中で、川をじっと見たらなんか自転車が走ってるのを見て、あれがお父さんになるんだなみたいなそういう発想でしたね、はい、やっぱりそのアイデア自体がものすごく斬新だなと思って、やっぱり最初見た時僕もびっくりしたんですけど、山本さんは最初にそういう脚本、そういう内容なんだっていうのを気になって、どう思われました率直に。いや、なんか思ったりはスッと入ってきたというかなんか佐々木さんっていうのもあったのかもしれないですけど、はい、なんかすんなりその世界に入れたような気がしますけど、今子供がご覧になるっていうことを想定されたっていうお話もありましたけど、はい、これ実際そのドイツの映画祭で、子供が選ぶ賞ですよね。そうですね、受賞もしてるんですよね。その部門自体はその子供部門っていう映画になんか短編部門に選ばれて、で審査員が全員子供なんですよ。だからもう必然的に子供が選ぶってことになるんですけど、はい、でその中でその特別賞というかで、僕自身があんまりその上映の現場っていうのは、日本で各学校で上映されたりしてるんですけど、あんまりそういう場に立ち会うことはできなかったんですが、結構その各学校でみんな笑ってくれてるっていうのを聞いて、ドイツはどうなんだろうと思ったら、少なくともそのノミネート作品の中では一番子供たちが、感動したかどうか別としても笑ってくれてたんで、そういうなんか笑わせてくれてありがとう賞みたいなそういう感じだったんじゃないですかね。その場でそのドイツのオーバーハウゼン国際短編映画祭ですね、その観客がどういう反応をしてるかっていうのも一緒に客席かなんかでご覧になって、招待されまして一応見せていただきまして、結構その学校その行なんか学校行事みたいになってるんですよね。近くの学校の子どもたちがもうその映画祭はもう行かなきゃいけないんだみたいな、そうなんで半ば強制的に行ってる中で、そういう方に感じで喜んでくれたんで、いや、よかったですね。ちなみにどのシーンどこら辺が一番受けてるっていうのは何かあったんですか。やっぱり自転車のなった初っ端からですよね。でもその自転車が喋ってるっていう時点でもう子供たちは字幕で子供さんは見られてるんですよ。子供たちは字幕ですね。だからちゃんと伝わってるんです、伝わってますね。だからもう山本君は本当むしろね、現場はほんと1日ぐらいですけどずっと自転車でアフレコの方がそうですよね。ほとんどあんなに喋ってるとは自分でも思ってなかったです自転車になってる時間の方が長いわけです。
そうですよね、でもずっと出てる感じはしますよね。しますね。なんかその字幕が自転車にちゃんとなってるんですね。字幕なくても絵だけで面白がれる作品な気もしますよね、これって。そうですね、まあなんとなくわかりますよね、もうその面白さだけでも十分伝わるっていう感じもしたりしますけど、山本さんはその、まあ、子供が実際にこれご覧になってすごくそういう風に受けてるっていうことですけど、はい、なんかその子供に向けて見せるとかっていうのは今度やるときって考えたりするもんなんですか？見てる お子さんっていうよりはその役柄の息子役の子に対しての気持ちの方が強かったですね。あ、息子に対して奮起させるというか、うん、数少ない遊ぶ時間を堪能するみたいな。あ、そうですね。なんかもうこれ半ばそのなんか自分自身の父親との関係性というか、僕もやっぱり親父には自転車教えてもらってないんですよね。あ、なんかそのそういう寂しさっていうか、なんかやっぱりどっか自分も抱えてるなっていう部分があって、で今回お父さん役どうしようかなって思った時に、なんかいかにもお父さんっていうよりもまあなんかそのあんまりね、山本君自身がそんなお父さん役なんて多分おそらくあんまやってなかっただろうし、ね、あんな大きい子供がいる役で、そんなにまあ早く結婚する人もいないんでしょうけど、でももうそういう形で子供抱えてしまった人の苦労っていうか、まあ、結局僕もまあ親父も結構苦労したんだろうなっていうなんかその気持ちもあって、まあ、そういうなんか感じを山本君に託したっていう感じはありましたね。僕の親父とちょっと似てるんですよ、ルックスがですか？ルックスが、ルックスがですか？それはもうちょっと強引なこじつけかもしれないけど、相当強引ですね。まあ作品としては東京ゾンビの方が春の小川よりも前に撮られた作品になりますので、まあそこでも監督と出演者っていう形でご一緒されて、そうなんですよ。本当ね、山本君のシーンってもっと本当は長かったんですよ。ああ、なんかいろいろゾンビと戦ったり、ゾンビと戦って飛び蹴りしたり、なんか飛び蹴りしてね、足骨折して、そこを壊れるっていうシーンだったんですけど、まあやっぱりその脚本上も含めて僕はまたその初監督ってことで非常に未熟で、はい、何でしょうね、後半のゾンビファイトがなかなか整理しきれなくて、で撮影だけは全部しちゃったんですけど、プロデューサーの方からちょっと長すぎるぞという話になって、はい、で基本の線と関係ないとか切ったらどうだって言われても、ええ、全然僕切れなかったんですよ。うん、ただもう例えばって言われて、はい、山本君のシーンから見せられて、ああこういうのもありなのかなって思ったらなんかそのままになってね、申し訳なかったですね。本当に苦労してもらったんですけど。じゃあ山本さんはもっと本来なら活躍されてた。やってもうそんな言っても、うん、でもまあ一日かけましたよね。いやでも結構あの会場中走り回って。ゾンビから逃げ回って、ああ今なんとなく思い出しましたね。結構体力削った思い出が今蘇ってきましたね。公開シーンとかで、ね、映像残ってればいいんですけど、ね。まあ東京ゾンビも、花熊優作さんの原作を、映像化した作品で、まあ、あの原作をどういう風に映像化するんだっていうことをまあ、あの当時もすごく思ったんですよね。でいざ上がってみたらなんかその不思議さというか奇妙さというかなんか面白さ形は違うんですけどなんかその似たものとして残っててそこがすごく面白かった記憶があるんですよね。いや僕もなんか本当に久しぶりに見て、かなり今日人生で一番客観的に見れたんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ変な映画だなと思いましたね。で変な映画というかよくこんなものを作る気になったなっていう、なんか そこまで客観的にあれですけど、もう初監督作品ですよ、ね、いやいやもう本当によくこんなすごいですよ、デタラメなものをよくこんなに真剣に作ってるなっていうのはね、なんか逆に励まされましたね自分で見てて。 でかつそのもっと本当はもっとまともな映画になってるかなと思ったんですよ。一応脚本も割と練った割には全然まともじゃないですよね。なんかもう本当に収拾つかないのになぜか強引にまとめきっていくっていうなんかその手腕っていうかね。それでなおかつまあその花子さんの中でそのもうほぼ原作に忠実にやってるんですけど、後半のその家族の問題とかあれは原作になくて、はい、まあ、強引にその女性を出してみようっていうところで結果ああいう形になったんですけど、
あれもなんか今後のその後の僕のその5年後の自分を示唆してるというか、全く同じ状況になってるなっていう。ああ、そうなんですか。だから俺も今そのこのゾンビファイトをやってる最中でね、やっぱり壁破って家族もいるけども、家族ともともやっぱロシア目指さなきゃいけないなっていうなんかね、なんかそういう心境でなってなんか励まされましたね。なんかあんなにぶっ飛んだ喧嘩はしてないんですか。あそこまでね、本当したいんですけど勇気ないですね。勇気ないですか。いや、山本さんから見て、まあ、もちろんその、佐藤さんは役者でもあり脚本家でもあり監督もされてっていうことで、そのいろんな関わり方、いろんなその立場で作品をご一緒されてるっていう感じもあるかもしれないんですけど、はい、監督として佐藤早吉さんってどういう監督なんですか。いや、とにかくぶっ飛んでるというか、あ、なんかあの本当に映画に誰もがしないようなことを引っ張ってきては、はい、それも一つだけじゃなくて、なんかいくつもいくつもいくつもなんかいろんなアイデアをこう固めてこうとにかく一本にしてしまう、パワー型というか。いやでもおそらく言っても山本くんが僕の多分監督作品一番出てるかなって気はするんですよね。あ、本当ですか。で、平凡ポーチも出てるし、はい、国道デカもね、出てるし、だからその中でやっぱりその山本くんがいいなと思うのは、要するに、まあ、ぶっ飛んでるっていうのが、まあ、ありがたい言葉として受け止めますけど、 あんまりその場までそんな考えてないんですよ。あ、で、いざ山本くんはどうするんだろうと思った時になんか妙なヒントを与えてくれるんですよね、山本の芝居が。そう一瞬なんか山本くんがぐっとなまってしまったりした時に、これ東北出身の刑事にしようみたいなことをあたかも考えていたかのように言うっていうか、やっぱそういうなんかものに対して山本くんはすぐにあの即座に答えてくれるんで、よりなんか思っている以上に変になっていくっていうか、だからそういう意味ではまあ、でもその中で今回春の川は非常にまともに、そうですね、うん、あんまりそんな変なもの狙わずにやりましたけどね。まあじゃあその事前のプラン通りにちゃんと作品として作られたっていうことですか。もしかしたら僕が一瞬なまったらなまってるお父さんの役だったかもしれないですよ。そうですよね、よく言うんですよこれ。なまりの年少かってよく言うことですけど、はい、でも、まあ、ぶっ飛んだってお話はありましたけど、その佐藤早吉作品っていうふうに考えた時に監督作も脚本作もやっぱりすごくぶっ飛んでるものが多いなって、やっぱりそういう印象は強いんですよね。その発想の源っていうのがどういうところにあるんだろう、この人はいつもやっぱり人と違うものを見てる人なのかなとか、なんか普段の生活からそういう起こり得ないような事態になんかこう遭遇されてるというか、なんかそういう噂を聞いたんですけど。いやいや、そうか。実際に、まあ、実は実話も実は結構紛れているみたいな、まあ、そういう、まあ、時期もそうですね、ありました。だからまああの、まあこの脚本作でいくと三池さんと組んだりとかする、はい、殺し合いとか、殺し合いとか、ゴズとか、ゴズとか、特にゴズとかは本当に実体験ですよ、ほぼね。僕がその、いろんな旅に出てる中で遭遇したいろんなことを、まあなんかまとめたみたいな。あ、そうなんですか。そういう時期もあるんですけど、でも基本はその何にしてもその性格がすごく真面目なんですよね、自分で言うのもあれですけど。で、真面目に突き詰めて考えてるとなんかやっぱりその持ってるなんか脳の病気かなんかでそれがねじ曲がっていくような気がするんですよね。だからもうできたもの見て自分で逆に呆れ返るっていうところが非常にありますよね。あんなに真面目に考えてみんな面白がらせようと作ったのになんでこんなことになってんだろうっていうのは多々ありますね。まあ、なんか今ゴズって話出ましたけど、なんかもうデビッド・リンチの迷宮世界みたいなそんな感じの作品でしたけどね。そうですね、だからおそらくだからリンチ監督も非常に真面目に考えて ああいうことになってるんだろうなってかなと思いますけどね。へえ。まあ一方で佐藤さんからご覧になった山本さんっていうのは、まあ、さっきその現場でいろんなインスピレーションを与えてくれるっていう話ありましたけど、まあこれだけやっぱりその作品多くご一緒してるっていうことは、うん、そういう何らかの理由があるっていうことですよね。そうですね。で、まあさっき言ったのがまあほぼ大きな理由なんですけど、
でただ毎回その、まあ、この間のこの半分少女とテロ男よく考えたら、はい、準主演級で、ね、やってもらってるんですけど、はい、でもね、あ、僕山本君何が好きなんだろうって思った時にやっぱりできた映画を見た時に、そのぼーっと彼が何か考えているような考えてないようなそういう表情が実は本当は好き、一番好きなのにあんまりそういうショットがないんですよね。常に喋ってます、ね、常に喋ってなんかもうその映画の中でね、いろんなこと役割を果たさせようとしてしまってるがために、だからもっとそういう意味ではなんかそういうぼーっとして山本君を捉えるなんか、あ、企画を考えなきゃなって思ったりはしましたね。そんな企画が立つんですか。でも役者さんとして自分のどういう表情とかどういうものが一番監督に求められてるんだっていうのはなんとなく分かってるもんだったりするんですか。いや僕はあんまり気づいてないかもしれないですね。もちろん演出をされてそれになるべくこう近づけようとは努力するはしてるんですけど、はい、多分そのなんかもっと演出じゃない裏側のところでこう変なものを求められてるような気は、まあ、ちょっとなんか気づいてるよ、気づいてるっていうか、まあ、感じてる部分はあるかもしれないです。あ、確かにその山本さんに奇跡的な何かを求めてるというかハプニングをこの間その半分少女映画も、はい、やたら山本くん噛むんですよ ね、 なんかあね、もういいかなと思ってそれで僕はいいかなと思って、その山本くんにとっては非常に迷惑な話でしょうけど、ライブアウトですよ、こんな人来なんかと思っちゃうんですね。でもそういうのが一つの魅力ですよね、うん、わざと噛んでるわけじゃないでしょう。そうですよね。それは僕もやっぱりスクリーン通していつもこう山本さんから感じる。いや、いつも噛んでるなぁと。噛んでるっていうところじゃないんですよ。でも噛んでるわけで、噛んでるって、噛んでるっていう意味で言ったら、はい、今日東京ゾンビ見て、佐野さんも翔さんもめちゃくちゃですよね、全部ね。全然言えてないでしょうね。噛みちゃいましたか。よくこれで OK って言ってたなって自分でも思いましたよね、本当に。やっぱりそういうところじゃないんだっていう、そのパワーですよね。うん、そうですね、作品自体の。逆に今でも何言ってるかは分かりますからね。ね、雰囲気とか分かんない雰囲気。はい。これで良しとしてたっていうなんかね、その若さっていうのはなんかいいですよね。若さっていうかそんな昔じゃないけど。いや、それがやっぱりぶっ飛んでるっていうその印象につながってるんですよね、きっと。すごく。いやー、パワフルだなってのは、はい、思いますよね。まあ、もうそろそろお時間のようなので。ちょっとあの今後の活動予定などですね、終わりだったら最後におっしゃっていただければと思います。山本さん、はい、今ですか。今特にはないって言えばないです。もうすぐテレビドラマの撮影に入ります。あ、はい、あのちょっと噂は伺ってます、はい、戦隊ものっぽい、戦隊ものっぽい緩い感じのもの、はい、エアーズロックっていうタイトルなんですけど、それのレッドを、戦隊もののレッドをやらせていただくことになりました。あ、でもそういう意味でいくとその、変身しますよ、お父さんが、はい、ドイツでやたらと聞かれたのが、その日本人はどうしてそういう変身したがるんだっていうことを聞かれたんですよ。あ、で、まあ、かからずもね、今のところが戦隊もんみたいなんですけど、特にやっぱり戦隊もんとかそのライダーもんっていうのはやっぱりヨーロッパの人見てて、あの人たちはそういう文化がないですよね。何か特殊なものに変身するっていうか。そうですね、こういうのないですよね。でどうしてそこまで日本人はやっぱり変身にこだわるんだってこと聞かれて、それちょっとどう答えていいのかなと思ったんですよね。あ、それ不思議ですね。でもスーパーマンとかっていうのはスーパーマンね、まあ、でもなんかアメリカではヒーローはヒーローのまんまみたいなのが多いんですかね、うん、普通の人からっていう、スーパーマンが特殊だな例だって、なんかその向こうってなんかね、変身が地続きな感じがするんですよ。スーパーマン、まあ、持ってる力を隠してて出すっていうか、バットマンはちょっと強化服で着てるみたいな、はい、でも
そのライダーにしろ戦隊もしろなんか根本的に変わってしまう変わってしまう。そうですね、ウルトラマンなんて巨大化しちゃうんだよね。でマスチャー自転車なんてね、だからそういうなんかいきなり特殊なものにポーンとなんか跳ね飛ぶっていう。あでもそういうなんか部分がもし取ってみればなんかちょっと憧れでもあるのかなって感じをちょっとしましたけどね。ちなみに佐藤さんはそれでこう考えられて出した答えっていうとなんかあったんですか。いやなかったですね。なんかで答え急したら、もうこの人が逆にその助けを出して、これカフカですねみたいなこと言われたんです。あでもそうですね、それはありますよね。じゃあまあそういうことでみたいな分かんなかったですよね。でももう本当に完全に世代ですよね。僕らぐらいからやっぱその仮面ライダーが始まって、はい、なんかそういうものを見せられてその魅力に僕らがまず取り憑かれたというか、まあすいません話が飛んで、はい、戦隊さきさんは僕はまあぼちぼちですね。なんかやりつつ、まあ、あんまりその人殺し話あんまりしたくないなと思いながらも、ちょっと一つとっても魅力的な今企画が来てしまって、で要するに人殺しして世の中を変えれる男たちの話みたいな。あそれでなんか見てる方が勇気づけられてしまうっていう企画がちょっと来てて、あまあそれはなんとかまあ人殺しの集大成としてやろうかなっていうのがありますね。はい、あではそれもちょっと期待してます。はい、はい、本日は佐藤佐吉さんと山本博さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。